旧久美浜県庁舎、玄関棟、久美浜県は、1868年に、丹後国、丹波国、田島国、播磨国、美作国内の幕府領、旗本領を管轄するために、明治政府によって設置された県。管轄地域は、当初は、現在の京都府北部、兵庫県西部、岡山県東北部、後に、京都府北部に分布していた。丹後、丹波、田島、播磨、美作5カ国の久美浜代官所、以久の代官所支配地及び田島、丹波の旗本領の926家村23万石を管轄した。県庁は、旧久美浜代官所に置かれた。旧代官所は手狭であったことから、1870年に新庁舎が完成しているが、実動期間が短かったことから、移築されて、後進の豊岡県庁としても使用された。旧以久の代官所支配地を中心に分離運動が高まり、1869年、田島、播磨、美作3カ国を以久の県として分離した。また、田島南部の一部を篠山藩へ移管している。1871年、第一次府県統合により、丹波、丹後、田島の11県が統合して、豊岡県が設置されたため廃止された。なお、久美浜県県知事兼以久の県県知事の小松晃は、引き続き、豊岡県権令を務めた。以久の県に分割された地域は、同県の項を参照。ありがとうございます。